皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、なんかちょっとね、はい、ちょっとね、今日のお話はね、もうこれは飽きませんよっていう話なんですけどもね、もう2日前の動画でね、2日前、3日前だったかな、まあそれぐらいの動画でですね、まあまあここ最近の動画でなんですけどもね、その帯状疱疹後神経痛でね、その左足首の痛みがね、再発なのか、まあ再発なのか、再発なのか、もうわけわからんくらいなんですけども、痛みが復活してきよったと、ね、お話ししたんですけども、まあこのね、地味な痛さがね、こう、まあいきなりこう、きつくなってきましてね、もうほんまにね、悔しいですわ。まあ以前にもお伝えしましたけどもね、その痛みがね、徐々に引いてきたと思ってたので、もうこのままこう、フィアーっとこう、フェーブアウトをしていてくれるんやろうなと思ってたんですけどもね、まあ神様っていうのは裏切らなかったですね。まあこんなね、ことはね、まあ、裏切ってくれていいんですけども、ね、もうなんと表現しましょうか、この痛さっていうのはね。あのね、なんかね、こう、足首っていうところがですね、この足首の中の足の中の中心にね、ぐーってこうぐーっとね、吸い込まれてる感がすごいんですよ。もうひどいんですよ、本当に。なんかもうわけわからんことを言ってますけども、まあそんな感じなんですよ。まあそもそもね、そこのそのね、神経痛というのはですね、あの今年の5月の末にね、すごい痛みが左足首から発症したっていうのが始まりやったんです。で、その痛みが始まった1週間の間にですね、まあその順番にね、まあ足首から始まったから、それが膝に来て、股関節に来て、腰に来てといった、その何ですか、各関節にね、そのご丁寧に上まで上がってきてくださいまして、でも腰に到達した頃にはですね、まともに歩けたもんじゃなかったんですね。で、そしてその痛みにね、こう耐えきれなくなった頃にですね、ちょっとこの膝にですね、赤い発疹がね、てんって出てきてきて、それがやがてね、水ぶくれに変わってきてですよ。で、その水ぶくれもですね、まあ最初はまあ水ぶくれかと思ったけど、まあ、そこがだんだんね、水ぶくれ自体が痛くなってきたので、これはおかしいと、明らかに異変やと感じてですね、まあいろいろ調べまくってですね、まあ僕のこの性格やからね、やっぱ普段からいろいろ調べまくってることがあるんで、でまあやっぱ自分の体のことも調べまくったんですよ。そしたら、まあ、帯状疱疹というね、ことが出てきましてね、まあ、もしこれがね、帯状疱疹ならば、本当に帯状疱疹ならば、まあ、そこそこまずいと思ったので、病院に電話してね、こう症状を伝えたところですね、もうすぐに来てくださいと。ね、言われてですね、まあ今日は無理なんで明日来てくださいって言われて、まあそのね、電話した日の次の日に、あれはね、多分9時台ですね、朝の9時台ですね、このまあまあその早い時間帯でね、病院の診察が始まってぐらいのすぐに到着してですね、ほんでまあそのいつもっていうのはですね、その予約してるんで、普通に自動改札機じゃない、自動受付機に、診察券を通すんですけども、まあその今日は、まあ、今日じゃない、その日っていうのは普通常の予約の通院の日じゃなかったので、もうあの自動受付機に診察券を通さずに、一切足をね、この腰もですよ、わーってこう引きずりながらね、この内科の受付に行って、まあ、その受付の窓口にですね、昨日電話したやすですってこう名乗ってからね、こう事情を説明したらですね、まあ、時期やったので、まあ、5月のね、半ばやったんで、ほんまにこの、なんていうんですか、今流行ってる、そのね、新型感染症で、がすごい流行ってる時期で、ね、マスクもない、ね、売り切れてる時期やったので、まあ、すごい時期やったんですよ、その時ってほんまに。なので、まあ、とりあえずその名乗ってからね、事情を伝えたらですね、
まあ熱を測ると言われて、次は血圧も測れってなんか言われてですね、でまあ言われるがままにですね、血圧計で右腕を通して、血圧を測定中にですね、体温計を左脇に挟んでこう同時進行でビャーってこうね、試みてたらですね、まあ、なんと熱がですね、こっちのね体温計がね38度やったんですよ。でいやいや、そんなわけはないと、ね、そんなに熱があったらね、ここまで来れませんってって言って、今もう一度熱をねこう測ったらね、まあ、37度2分やったんですけども、まあ受付の人らからはね、変なこう疑いの目でね見られるしね、まあでもそれもそうでしょうね、まあこっちもねこう痛い足を引きずりながらこうやって病院に来たもんですから、でまあ息遣いも荒かったんでしょうね、そのねこう必死でこうね歩いてきたわけですからね、駐車場から歩いてきたわけですから、でそうやってなんかこう受付の人とやり取りしてる時にですね、まあ僕の担当してくれているその病院の看護師さんがねバーって駆けつけてくれて、受付の人にこう、まあ、こんな感じなんですよ安さんってっていう風にこう事情を説明してくれて、まあ、なんとかね疑いはね晴れたんですけども、その後のね、血液内科の先生の診察でですね、その先生がねなんかおかしなテンションでね僕にね問診してくるんですよ。痛い、はい、痛い、はい、どのぐらい、めっちゃって感じの問診からスタートして、なんか僕もね変なテンションになってしまっててね、その先生に釣られてね、まあ、とりあえずその今陽気なテンションでね、まあこう深刻な、ね、テンションじゃない方がもちろんいいので、まあ、別に良かったんですけども、まあ、そんな陽気なテンションの感じでね、まあ、とりあえずこう水ぶくれを見せたんですよ。そしたらね、まあ、先生の目の色が変わりましてですね、まあ、これはほんまに帯状疱疹かもしらへんので、帯状疱疹っていうのは皮膚科やから院内紹介状書くんでちょっと外で待っててねって言われたんですよ。ほんでね、まあそう言われてね、そのまあ待合というか、もうその診察室の外の中待合っていう椅子があるんですけどね、まあどこの病院にもあると思うんですけど、中待合の椅子に、ま、で座ってて、でその待ってたらですね、その看護師さんがねこのペラペラのね A4 のコピー用紙をね1枚、持ってきて、それを渡されて、何やこれって見てらね、確かにその見たら、ほんでそのペラペラの紙切れをね持ってですよ、皮膚科へ移動するんですけども、僕は左腰、股関節、膝、足首がねもう猛烈に痛いわけですよ。でそんなね左足をね引きずりながらですね、皮膚科へ移動せなあかんわけですわ。そしてようやくたどり着いたね皮膚科で診断された結果はですね、まあ案の定帯状疱疹でした。まあ、帯状疱疹っていうのはね、そのまあ子供の頃に皆さんがだる水疱瘡ってあるでしょ、その水疱瘡と同じウイルスがね、まあ、何らかの形でね、その何らかが原因でですね、こう免疫力、体の免疫力がこうぐっと下がってきたらですね、この暴れ出してね、神経っていう神経をね、わーってこうね、刺激してしきよるんですわ。そして神経だけではとどまらずにですね、徐々に徐々にこの皮膚表面にまでね上がってきて、神経って中に、体の中にあるんで、その神経をバーって刺激してイラタタタタタタタってなるんですけども、それだけではとどまらずにですね、この皮膚表面までこうグーって上がってきて、赤い発疹が点々点々点々でできて、やがてそれが水ぶくれになるっていう厄介な病気なんですよ。これはね、まあ、薬を飲んで治療していくしか方法はなくてですね、まあ、僕の場合はそうやって言われたからそうやったんですけども、まあね、抗ウイルス剤っていうのと、水疱瘡ウイルスや帯状疱疹ウイルスっていうウイルスを抑える抗ウイルス剤と、その中の、ね、神経を刺激されているわけで痛いですから、神経痛に効くとされている痛み止めをねたくさんもらって帰ってきました。そしてね、まあ、赤い発疹とかね水ぶくれといった症状っていうのは、まあ、引いてくるとね、まあ、大体の確率で神経痛だけがね残るらしいんです。それが今まさに僕を再び見たびよたびかな、分からんんですけど、もうほんまに分からんぐらいなぐらいも僕のことを苦しめている帯状疱疹後神経痛という病気に変わってきていました。でその神経痛というのはですね、まあ、人によってですけども、まあ、10日ぐらいで痛みが引いてくる人もいればですね、まあ、3ヶ月、4ヶ月、まあ、長い人であれば5年、10年とね、共に過ごしていかないといけないケースもね、あると聞いています。まあ、確かにね、最初はね、10日ぐらいでね、痛みが引いてきたので、まあ、嬉しかったんですけども、まあ、その後またね、症状が出てきて、また収まって、また出てきてっていうのがね、繰り返しているね、今途中なんです。でその繰り返すというのもね、まあ、今回はね、その実に忘れた頃にねやってこられたので、しかもこの痛さでしょう、もう悔しい、ほんまに。
忘れてただけにね、余計に悔しいですわ。まあね、その今はこうやってヘラヘラ喋ってますけども、まあね、今はある程度痛みが引いてる時なんですよ。でもまあ痛みがね、今まさにこの朝とかでもちょっとね、気を許した時に痛みがふわって出てきてもですね、その帯状疱疹、発症初期のね、その5月の頭、末に出た時の、まあ、初期ですね、発症初期の痛さまでの激痛までは、ありませんので、まあ、ほんまにね、この地味にね、ズン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 ってこうね、うずく痛さなんです。で、毎回これぐらいの痛さがね、来るんですよ。まあ、最近の動画でもね、お伝えしてました通りに、そのもらってくる薬をね、ちゃんと飲んでますんで、もらってくる薬じゃない、もらって帰ってくる薬、病院でもらってる薬をちゃんと飲んでますんで、まあ、それを飲んでね、まあ、あとはね、基本的なことなんですけども、まあ、クーラーで体をね、冷やしすぎないようにしておきます。まあ、それぐらいしかね、方法はないんでね、まあ、痛み止めもね、まあ、ロキソニンとね、カロナールの話しましたけど、この前も。まあ、それもね、あくまでもほんまに、その、痛みを抑える鎮痛剤ですけども、神経痛に効くお薬とはまた違うものなんでね、明らかにどっか体が痛いっていうところを抑える薬なんで、果たしてほんまに効くのかどうかっていうのも試してみていかんと分かりませんで、まさに今試してる途中なんです。まあね、過去にね、いろいろ飲んだことありますけどね、帯状疱疹後神経痛というふうな、そのまあいわゆる神経痛に対して僕の体にはそのそれぞれのその鎮痛剤が効くのかっていうのは分からない状態なんで、ね、まあ、他にもいっぱい薬飲んでるから、果たしてそれが効、ね、果たしてじゃないわ、それが効いてるのかもしらんし、鎮痛剤が効いてるのかも、ね、ロキソニンカロナールが効いてるのかもしらんし、それはほんまに分からないところなので、ね、まあ、いろいろ試して痛みを抑えるように次の通院までね、それで行ってみます。でもまあ明らかにこれはもうほんまにやばい痛さやなってなったら、さすがに電話しますよ、本当にね。でも今は、そのね、以前も言いましたけども、その薬を調整して自分で、痛い時はしっかり飲んで、痛くない時はちょっとやめておいてっていうのをしてくださいって、皮膚科の先生に言われてるから、それを、その言いつけを守ります。まあそんな感じですね。まあそんな感じでね、今回はですね、また再び三度四度ぐらい、その帯状疱疹後神経痛で足首がもげそうになっているというお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。